はい、やっていいですか。そうですね、戻したので、はい、そしたらですね、はい、これも全部赤です。はい、もう今あのエースとキングが全部元に戻したので、今正真正銘これ普通に一組のカードなんで、今使ったあのこのなんですか、クローバーのエースとキング以外はまあ全部普通の状態、普通の状態です。もうね、もうこういう状態ですね。今使って、よし、でこの状態で、よいしょ、こうしてあげて、こんな感じかな、よいしょ、いいですね。なんで出せるの、出してあげて、でそれを心の準備ができてるからです。心の準備、はい、そうね、この状態で、こうやって、こうかな、はい、これで4枚出たかな、はい、でこれはもう赤ですけどね。で、何ですか、はい、で、まあ、いろんな種類のマジックがあって、例えばですよ、こういうふうに持っていて、これもともと僕の手の上でやるとこういう感じなんですよ。例えば、まあ、エースとキング使いますよと、こう4枚のエースありますね。でこうあって、エースとそれからキングと。でこの状態、これは普通はマジシャンの手の中で起こるんですね。だからこうしてあげて、こう返してあげると、ほら、スペダンス例えば見えるじゃないですか。でこれで、そのカメラでどのぐらいつかめるかな、エースですね。これ軽く、ってやると、これでキングに変わるんですよ。でこっち側開けると、こっちほらエースで、ちょっと待って、こちらのキングとそれからエース、ね、入れ替わってるのがあるんですけど、これをやると大体、いやいやちょっと待てよと、それは早いよと。でこれをやるために、例えばじゃあすいません、あの片手開けられます今その状態で。でどうするかというと、この状態でカードを置きますよと。でこのままこう持ってあげて、そしたらね、こうね、指先で、こういう感じかな、こうやってこう指でこうね、指でこうつまむように、ちょっとこう動きしてみます。でこの状態で今エース見えるかな、エース見えますね、はい。でこれをあのその指先でこうつまんでもらうんです。で指で感触で分かるじゃないですか、動けば分かるでしょ。でこっち側のカードを開けてあげると、こっち側はキングだったんですけど、こっち側もうエースになってるんですよ。今エースさっきつまんでましたよね。つまんでたよ。これ開いてあげると、ほらこっちがキングになってる。これ相手の手の中でやるやつ、ね、気持ち悪いですね。はい、これは結構一瞬でバッというふうに入れ替わる感じのものです。意味わかんないですよ。で、まあ、これは数枚の、まあね、こういうコントローラーなんですけど、例えばね、このカードじゃなくて別のカードを使ったら何できるかというと、いやいや、まあ、例えば、カードのコントロールについてなんですけど、例えば、ね、じゃ今度はあの2倍楽しむために、じゃちょっとストップ、まず1枚こっちからカードを抜いてもらいます、ね。あ、これちょっと上と半分、じゃここら辺からちょっと1枚ずつ適当に僕抜きますね。こう感じで抜いておきます。で、まあ、これ映像なので、多分まあ間違いないと思うんですけど、例えばじゃあそうですね、これ1枚目ね、こういう感じ、こうありますね、大丈夫かな、はい、で中入れておきます、こういう感じです、はい、それますね、はい、そして2枚目がこちらのカードですね、こうですね、はい、これこう中混ぜておきます、こういう感じで、これから今のカードをこう表見ながら探すのは、まあもちろん表見ながらだったら簡単なんですけど、これ裏表見ながらは簡単なんです。裏表混ぜちゃってこの状態から探すのは非常にまあ難しいんではないかなと。でこうカードを混ぜてあげて、ちょっと見てわかる、ほらこうだと思って、こう混ざったりします。赤があったり黒があったり裏があったり表があったりとこうなりますけど、この状態でのかな、これでワンツースリー、こうすると、はい、全部が裏向きに戻りますと。でそれで中で2枚だけ表向きになってるはずなんですよ。でこれがダイヤの7とクラブの4、これ選んだからでした。違いますか。これ、ね、実はね、上から7枚配るって見ますよ。1,2,3,4,5,6,7 枚目見ると、これスペードの、これ選んだからですね。で、こっち側のカード見てみて、これね、4枚配るって見なんで、1,2,3,4 枚見ると、これで選んだカード。これこれじゃないか。1、あれ、ちょっと待って。あ、失礼します。この状態で4だから、これで1,2,3,4 枚目。ハートの6かな。でかい。あと、ほう。びっくりした。どうなっちゃうかと思いました。でこれなんでこれあの見つけられたかっていうんですけど、実際には今この中からこっち出てきましたね、これ実はこっちに全部ね黒いカードだったんですよ。だからこっちから探せて、でこっちは黒いカードは実は全部赤いカードだったから中から見つけることができたんですよということで、黒いカード赤いカードと選んだカードのマジックでしたと。これを中に戻しておきましょうと。そう、こういうような感じで、はい。 So if you like this kind of magic and if you want to see more, actually I prepared these cardsfor the different trick, because I know director, cameraman, producer gonna change direction right away, so I was preparing. So when I perform red card trick, actually I was already preparing blue, silver, I mean platinum, and also black gold card for all different magic routine. But I know, just in case, so but I didn't do it,
So if you want to see this card trick, just subscribe my channel or just click like button and just watch my magic more. So maybe you're going to see these too in the future. That's it.